ぷよぷよは、コンパイルが開発し、1991年10月25日に、特馬書店、インターメディアから発売された落ち物パズルゲームである。また、本作及び以降の作品にブロックとして登場する、スライムタイプのモンスターの名前でもある。どちらも縮めて、ぷよと呼ばれる。テトリスの登場により、空前の落ち物パズルゲームブームとなり、 1980年代末から1990年代初頭に、かけて各社から2匹目の土壌を狙った多くの、アリュー作品のパズルゲームが登場した。ぷよぷよもまた、そのような時代に生まれた、パズルゲームの一つであり、80年代当時に、特馬書店より発行されていたゲーム専門雑誌、ファミマガの読者参加型企画、ファミマガディスクから生まれた企業とのタイアップゲームとして、開発された。 ディレクターサウンド担当の塚本正信及びデザイナーの森田健吾は当時ディスクステーションに掲載されたユーザー投稿ゲームに着想を得てドミノの牌が降ってきて同じ数字や連番になるように積むドミノスというゲームを開発していたが遊べる段階まで実際に作ってみたところ全く面白くなかったため作り直すことになったその際コンピューター RPG 魔導物語のスタッフが関わり、落下するブロックを魔導物語に登場するぷよぷよに置き換え、それに伴いルールも一新した別のゲームに作り変える形で開発した。その後、本作は1991年10月25日に MSX にファミコンディスクシステム用ソフトとして特間書店インターメディアから発売された。この時点では雑誌、 マイコンベーシックマガジン上で記事を執筆していたライターの手塚一郎が対人戦の面白さを大いに評価していたものの大きな話題を呼ぶことはなかった。キュープヨの発売後アーケード向けにアレンジしたプヨプヨをセガから発売することとなった。コンパイルは創業以来セガとの資金、制作面における関係が深かったことから当初よりプヨプヨの新作は セガハード版から優先して開発されており、アーケード基板もセガ製のものであった。セガも落ち物、パズル、コラムスのソースコードを提供するといった協力体制が組まれた。また、セガからは、数と用モードをエンドレス形式にするという提案もあったが、ロケテストでの結果が思わしくなかったことから、アーケード版への採用は見送られた。一方で、 コンパイル社長のひとしいたにまさみつが提案した、一人でぷよぷよは、テストの評判がよく採用されることになった。その後、画面とサウンドを強化し、モードや操作性などに大幅な改良を加え、対戦モード、一人でぷよぷよ、二人でぷよぷよをメインにしたアーケード版が1992年10月に、セガから発売された。 それから2ヶ月後の1992年12月18日にはエンドレスモードに相当するトコトンぷよぷよなどを搭載したメガドライブ版がセガから発売された。このほか、本作が同時斬新だった点として連鎖ボイスが挙げられる。これは魔導物語に搭載されていたキャラクターボイスを引き継いだものとなっている。制作元がセガに移った後の作品にも 非常に大きな連鎖をしたときに、バ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 イオエーン、と声が重なる演出が存在するが、これも、魔導物語に登場する魔力バイカ魔法、ダイアキュートが元になっている。なお、魔導物語から継承した点として、キャラクターと連鎖ボイスが有名だが、それ以外にも、BGM やフィールドを囲っている枠、状況に応じたキャラクターの表情変化などにも、 魔道物語に通じる衣装が参見される。なお、バイオエンの由来は、伊集院光がボヨヨンロックをオペラ風に、ボヨヨンと歌っていたのを、開発者には、バイオエンと聞こえておりその響きが気に入ったからだという。プヨプヨにおける二連鎖のイメージプヨプヨは、基本的に人間もしくは、コンピュータとの対戦に主眼が置かれている。プヨプヨシリーズの元祖となる作品。次世代のプヨプヨと、 タイトルが同一であるため、区別のために、電波新聞社から発売された、ムック・オール・アバウト・プヨプヨでは、キュープヨと呼ばれていたほか、一部のメディアでは、キュープヨプヨが、通称として扱われていた。後に、1998年発売のムック・ディスクステーションボリューム21にて、プヨプヨンの発表に合わせて特集されたシリーズ紹介の記事や、 ゲームウォッチによる2019年のインタビュー記事では、プロトタイププヨという呼称が用いられていた。この他にも単に、MSX2 版や FC 版と呼ばれることも多く、セガの奥成陽介は2020年のインタビューの中で、ディスク版と呼んでいた。現在、キューぷという用語は、プヨプヨフィーバー以降の作品に対して、コンパイル時代の作品を区別する際にも使われる。 この頃はまだシステムは確立されておらず、コンピュータとの対戦や連鎖ボイスが搭載されていないなど、後続のシリーズとはシステムが異なる。また、どのバージョンにおいても、アルルはパッケージやタイトル画面に登場するだけであり、ゲーム本編には登場しない。ぷよの色は最大6色存在し、軸ぷよではない方のぷよは設置するまで顔が表示されない。オプション設定により、 ぷよぷよの形状をヒューマンに変更できる。ヒューマン変更時は同じ色の人が上下に重なると、肩車をし、横に並ぶと手を繋ぐ。一方で、相手側に一度に送りつけることができる。お邪魔ぷよの最大数の制限は、これ以降のシリーズにも引き継がれていくことになる。ゲームモードは以下の3つ。プレイ中の BGM と効果音は、 それぞれ3種類から選択可能で、後の新ぷよにも本作の BGM が使用されている。エンディング曲は MSX2 版ファミコン版共通で本作のみのオリジナル。前期の旧世代ぷよぷよをベースに対戦要素やキャラクター性を強化してリニューアルした作品。こちらは区別のために無印、ぷよ1などと呼ばれることがある。ぷよぷよ。 ぷよぷよフィフティーンズアニバーサリーなどで初代ぷよぷよと呼ばれているのはこの作品である。基本的なシステムは本作で確立している。なお、旧世代ぷよぷよにはなぜぷよが消滅するのかの説明はなかったが、本作のゲームの取扱説明書などで呪文、おアニモによるものというぷよぷよオリジナルの設定が設けられた。この設定は魔道物語にも逆輸入され、 窓物語未知臭い文などの作品が作られた。この新ぷよでは、一人でぷよぷよや、自キャラの連鎖ボイス、キャラクターなどが登場し、ぷよの色は、最大5色に設定され、1回の連鎖でのお邪魔ぷよの予告数の制限がなくなる。表示される、予告ぷよの最大単位は30個6までだが、内部的にはそれ以上も計算されている。自作、ぷよぷよ以降に採用される、 操作システムがないため、相手からの攻撃を防ぐ手段がなく、いかに素早く連鎖を組んで相手を攻撃するかが競われていた。一人でぷよぷよでは、画面中央のスペースに、コンピュータが操る敵キャラクターの顔アニメが大きく、表示され、状況に応じて、表情や汗の演出などが変化する。各ステージ間に加えられた、主人公アルルと敵キャラの会話でもや、タイトルでの操作でもも、 特徴的だった。また、敵キャラクターのうちハーピーとウィッチのみ、ぷよぷよボックス内の復刻版など一部の機種を除いて、特殊なぷよの消え方のアニメーションが採用されており、ハーピーは音符が、ウィッチは小さな星が飛び出すようになっている。ぷよぷよ2以降は、これが拡張され、ぷよぷよんまで多くのキャラクターが特殊な消え方を持つようになった。エンディングではゲーム中のキャラクターが、 順番に登場し、BGM として、魔導物語温度のアレンジ版である、温度ブぷよぷよが流れる。ボイスは、PC エンジン版を除いて、基本的に、MSX2 版および PC-9801 版、魔導物語1から2から3からの流用となっている。大別すると、一番最初に世に出た、アーケードゲーム版、ほぼ同時期に開発。 リリースされたメガドライブ版及び独自に開発されたその他の機種版に分けられる。アーケード版とメガドライブ版はどちらも見た目はほとんど同じだが細かい仕様やプレイフィーリングに差異があり、メガドライブ版はアーケード版の移植作品ではないと言えることから21世紀以降にリリースされた多機種版ではどちらの版を移植したのか公式に言及されることが多い。 一人で、ぷよぷよ次々に現れるコンピュータの操る敵キャラクターと対戦するストーリー付きのモード。MSX2 版とファミコン版当時には存在せず、アーケード版以降で初搭載された。バックストーリーは、4匹以上の同色の魔物を、時空の狭間へ消し去る呪文、おアニモを解き放った、魔導士の卵の少女アルルナジャが、ぷよぷよ地獄に立ち向かう、というもの。 ストーリー中の会話デモは、魔導物語1から2から3のエピソード3、終了後を踏まえた形となっており、登場キャラクターの出展も、すべて MSX2 版、1から2から3までに登場していたもので、終盤のボスもエピソード2.3の登場人物たちである。主人公のアルルの衣装は、PC-98 版、1から2から3のものに近いデザインが採用されている。 本作の一人でぷよぷよは3種類の難易度から選択する。本作のむずいレベルはステージ4のハーピーから開始となる点を除いて普通レベルと全く同じとなっている。その他のゲームモードそれぞれ MSX にファミコン版の2プレイヤーエンドレスミッションがベースとなっている。キューぷよ、初代ぷよに深く関わったコアスタッフの未記載。なお、 MSX2 ディスクシステム版の企画、監督を務めた、ヨネミツ一世は、アーケード版以降の本作には携わっていない。日本国外では、魔導物語のキャラクターではなく、別キャラクターに差し替えられて発売されるケースがある。魔導物語のコミカライズ作品は、魔導物語漫画を参照。下記のほか、雑誌形式のディスクステーションにも、ぷよぷよや、 魔導物語関連のショートコミックが掲載されていた。また、複数のゲームを取り扱ったアンソロジーコミックの一部にも、ぷよぷよをもとにしたものが存在する。ありがとうございます。